皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成呼ぶさ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日はゼンハイザージャパンさんよりこんな機材をお借りすることができましたので、こちらを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。こちらは何なのかと申しますと、ベベン、エボリューションワイヤレス G4 インストゥルメントセット4プロフェッショナルライブサウンドということで、まあ、簡単に申しますと楽器向けのワイヤレスキットです。楽器向けのワイヤレスキット、しかし4プロフェッショナルライブサウンドとあります通り、まあ、プロ向け、プロ仕様、プロフェッショナル仕様のワイヤレスキットという感じでございます。まあ、この箱のサイズ感といいますか、この箱の質感といいますか、まあ、この辺からもね、そのなかなかいい感じで、このプロ仕様感みたいなガチ感というか、なんか本気度というか、なんかその全力感みたいなのを感じ取れるんですけども、どうでしょうか。少なくとも正直僕は最初箱を見たときびっくりしました。ワイヤレス、箱でかーっつってびっくりしてしまいました。まあ、そんな感じで、プロフェッショナル向けの、ワイヤレスキットのご紹介でございますよ。で、まあ、そのプロ仕様とか聞くとさ、そのじゃあ何が違うのって思うじゃないですか。どこに差があるのとか、違いがあるのってなんか思うじゃないですか。その最近ワイヤレスってめちゃめちゃ安くて、その1万円切るモデルとかもたくさんあってさ、本当にもうすごいね、安くお手軽になってきたんですけども、そういう安いワイヤレスと、今回のもプロ仕様のワイヤレスキットと決定的に何が違うかというと、まず電波の安定性が全然桁違いです。最近安くて本当に5000とか、ね、8000とかで買えるワイヤレスとかあるんですけど、使ったことある方いらっしゃいますかね。使ったことある方はね、なんとなくご存知だと思うんですけども、意外とね、混線するんですよ。で、なんかこうバチバチってノイズが入っちゃったりとか、本当ひどいとね、そのギターの音がね、鳴らなかったりとかするんですけれども、そういった安いワイヤレスと決定的に違うのは、もうめちゃめちゃ安定してるんで、適切な使い方、適切な設定をすれば混線することはほぼ限りなくゼロと思っていただいて大丈夫です。なのでプロフェッショナルって言ってるけれども、別にプロでもアマチュアでもすごい全然使える幅はあるかと思います。もうでかいホールでね、その走り回るよっていうそんな方じゃなくて もうライブハウスで演奏する機会がありますとか、バンドやってますとか、ギターやってます、ベースやってますで、そこそこアクションしたりとかするんで、最近ちょっとワイヤレス欲しいなって思ってるんだよねって方、もしいらっしゃいましたら、もうすごくおすすめでございます。まあ、それぞれ その特徴というかね、そのおすすめポイントみたいなのも、紹介させていただきますので、よかったら楽しんでいただければという感じです。ただまあ、毎回恒例のお断りになりますけれども、見ると物欲がめちゃめちゃ刺激されて欲しくなってしまうと思うので、まあ、その辺はお気をつけいただければなという感じでございます。画面のズバババーンと、こんな感じの、キットが入っております。まあ、箱を開ければ説明書とか保証書とかアダプターとかいろいろ小物があったりとかするんですが、まあ、ざっくり紹介しますと、まず受信機です、データを受信する装置なんですけども、意外とこれ軽いです。ちょっと見た目ごついですけども、で、これと、まあ、送信機の2つです。組み立てていきましょう。まず受信機の方、アンテナを2つ、つけるところがあります。これ、アンテナなんで2つつけるのって思うじゃないですか。ギター1本の信号なのに。これなんでかっていうとですね、この1台の受信機の中に2つ受信する装置が入ってるんです。びっくりですよね。同じ電波を2台受信してるんですよ。で、2台で受信して、常にこの電波状況の良い方を選択して、自動的に切り替えてくれて、音を出すことができると。なので、この受信機からこっち側にずれたとしても、受信機からこっち側にずれたとしても、それぞれの方向をこうやって向けておけば、ちゃんと両方から受信をすることができるので、そして、この受信機の方が自動的に受信状態の良い方を選択してくれるので、電波が途切れることがないと。安いワイヤレスとかだと、受信機自体は1個で、アンテナが単純に2つあるだけだから、受信機自体がその、ね、切り替えるなんていうのもあったりとかするんですけれども、この機種に関しては受信機そのものが2つ入っているんで、切り替わる時のそのラグだったりとか、その切り替わる時のノイズとか、そういったものが一切なく綺麗に音を鳴らすことができるというのが、まあ1つの特徴になっております。で、背面パネルはこんな感じ。電源を入れるところがありますので、ちょっくらプッと刺しまして。で、バランスアウト、アンバランスアウトなどができます。でも今回はアンバランスアウトなので、このジャックをこちらに挿して、アンプとの接続は OK。これで受信機の方は、準備完了でございます。はい。で、もう一つ、今度は送信機の方ですね。送信機。送信機の方、これなんか、すごいっすよね、これ。なんか、見たことないですか、テレビとかで。なんかこのベルトのさ、なんかこうね、バックルじゃないか、ベルトにこうくっつけるなんかこういう送信機でございますよ。なんかこうテレビとかでさ、なんかこう芸人さんとかさ、なんかこうね、芸能人の方々、なんかインカムとかでつけてるやつあるじゃないですか。あれですよ、あれ。
なんかこのびっくりなんかこのドッキリ企画とかでこの芸人さんが落とし穴に落ちてこう水にボチャーンってなる企画があった時に AD さんとかがね、あ、すいませんちょっとこれ撮ってもらっていいですかみたいな感じで、なんかそれがフラグだとあの、ね、気づいて芸人さんが、あーこれ俺分かったわ、こんなとどうなるか分かったわなんて言ってる機会があったりとかするじゃないですか、あれです。そんなもうガチ送信機って感じですね。で今回のキットに関しては、楽器向けなので、片方がジャックで片方がミニピンというケーブルがついております。こっちはギターにさせば OK で、もう片方はこっちの方が分かりやすいかな、この入力をするところがあるのでこちらにブスッとさせていただきまして、でこのネジをくるくるっと回して締めておくと万が一何かしら引っかかったりとか引っ張っちゃったりとかしても抜けないよみたいな感じになります。でこれでギターに接続すれば、準備は OK という感じでございます。ちょっくら電源を入れていきましょうか。まず受信機の方から電源を入れていこうかなと思います。この丸いのを押すと、電源が入るんですけども、やってみましょうか。いきますよ、3、2、えちゃあーゼルハイズー入りました、あっけなく入りました。こんな感じで今使っている電波状況とか、オーディオメーターとか、電波状況とかもいろいろあったりとかするんですけども、まず順番にこの左側の、メーターにご注目くださいませ。これ、RF メーターって言って、この送信機と受信機の通信状況を、表すメーターになっております。今、送信機の方が電源入ってないんで、電波飛んでないんですよ。なんで、受信機の方は今、何の電波も受信できてません。まあ、そりゃそうっすよね。飛ばしたいんだから。なので、この左側のメーターが今、0になってるんですけども、この電波状況がいいと、このメーターがモリモリと上に上がっていきます。ちょっくら、やってみましょう。この送信機の方は、ここに電源ボタンがありますので、これを電源入れます。そうすると、ここは振り切れるので、ちょっと見せてください。いきますよ。ポチッとな。ゼアハイズル。はい。ズバゴーン。こんな感じです。なんとそれだけかって思うかもしれないですけども、これね、結構大事なポイントなんですよ。なんでかっていうと、この受信機と送信機って、そのね、ちゃんと受信できてるかどうかって、その感覚じゃわかんないじゃないですか。なんで、こんな感じでそのメーターが出てきてくれて、受信状況を目視で確認できるって、すげえ大事な。ことなんですよ。例えばその送信機を持っている演者さんがすげえ遠くに行っちゃいましたっていう場合でも、この電波状況が良ければ問題ないんです。で、逆に送信機が近くにあるにもかかわらず電波状況が悪いっていうことは、何かしらここでトラブルが起きている可能性があるってことなんですよ。そんな感じでトラブルが起きた時にその原因究明をしやすいヒントになるってすごく大事なポイントなんで、これはもう本当に、とてつもなく大事なプラスアルファのポイントかと思います。で、隣にあるのが、これがオーディオフリケンシーかな、オーディオメーターなので、ギターを接続して音を鳴らしていくと、こちらが振り切れていきます。ちょっとやってみましょうか。ギターを接続します。そい。ここのメーター見せてください。いきますよ。弾いたときにこのメーターが振り切れるということは、ギターの音が適切に送信機に来まして、送信機から適切に受信機の方に来まして、受信機の方が適切に受信できているというような状態。です。こんな感じでオーディオフリケンシー、このレベルに関しては目視で確認できるのは素晴らしいことです。なので、ここまでうまくいっているから、あとはもうアンプの方を電源入れれば音が鳴るはず。わお、鳴りました！最高だぜ！やっはこんな感じで音を鳴らすことに成功いたしました。先ほども言いました通り、そのアンテナが2つあること、受信機が2つあることで、もうめちゃめちゃその安定した電波を届けることができますし、さっき言ったその適切な使い方をすれば、混線することがまずないというような機種になっております。ではでは、ちょっくらそのプラスアルファと、あと使い方とかもちょっと軽く説明をさせていただきたいんですけれども、まず送信機の方にあの便利ポイント1としては、あのミュートスイッチがついています。これ何が便利かっていうと、その単純に演奏しないときにノイズを防ぐためにこのポチッとミュートを入れるってこともできます。ミュートを入れるとこっちの画面にもこっちの画面にもミュートって出てきたんですけども、こんな感じで音が出ない状態を作ることができると。もしくはそのギターの持ち替えとかあるときに差し替えをするときにミュートを入れて差し替えをするなんてこともできたりとかします。こんな感じで気軽にポチッとミュートできるのは何気にこれ便利なポイントです。皆さんはなんかチューナーとか使ってミュートしたりとかしてると思うんですけど。で、この受信機の方を見ながら、軽く説明、使い方の説明をさせていただきたいんですけれども、当たり前ですけど、その、電波を使ってデータのやり取りを
してるんですよ。送信機側からその電波をバババッと発信して、受信機がバババッとその電波を受信してって感じなんですけども、でその電波っていうのは当たり前ですけども結構いろんなところにあったりとかするんです。例えばその携帯電話だったりとか何かしらの通信機器だったりとか、そういったものも結構バシバシと電波を飛ばしてるわけなんですよ。なので大事なのは使ってない電波を使うっていうことが大事、周りで使われていない電波を使うっていうことがとても大事なんです。ちょっくらやってみましょうか。セットボタンを押してメニューをバババッといきますと、どれだっけ、これか、 Easy Setup、 画面見えるかな、こちら Easy Setup の次にこのスキャンニューリストっていう項目があります。スキャンニューリスト、これをポチッとセットボタンで OK しますと、バババババババッとスキャンしてくれます。これ何をスキャンしているかっていうと、周りにこの辺の帯域、周りに使ってる電波があるかないかを判断してくれてるんです。バーバーと今スキャンしてくれました。で、この後に、こう、例えばそうですね、バンク1からいきましょうか。バンク1。フリー1と出ております。バンク1に関しては空いてる回線が1個しかないみたいです。それぞれのバンクに対して8個ずつ、チャンネルがあるんですけども、バンク1に関してはもう全然、なんかどっかで使っちゃってるんですかね。これはすごい珍しい。ちょっと一回、プッと行ってみますと。そういうバンク1に関しては8ちゃんしか使えません。1から8まであるんだけど、多分この周りで1から7までの電波を使ってる人がいるってことなんですよね。誰だろう。逆に気になる。ちなみに、まあ、電波1の1に関してはこの人が今発信してるからね、バンク1の1チャンネルはこの人が今発信してるから、これはまあ、除外されて当然なんですけども、すげえめちゃめちゃ使われてますね。何なんですかね。ちょっともう一回スキャンしてみましょうか。なんだろう、すげえめちゃめちゃ使われてる。で、これ今スキャンが終わりました。で、この後に表示される、リストが、あれ、バンク1がフリー6になっためっちゃ増えました。でもバンク2は、まあ、バンク2も増えましたね。で、それぞれその、ね、8チャンネルあるはずなんですけれども、まあ、その8チャンネル表示されてないということは、何かしら誰かが使っているというような意味合いになります。で、例えば、じゃあ、バンク1、このバンクに関してはどこでも構いません。チャンネルもどこでもいいですし、好きなところに設定していて全然 OK です。このチャンネルのことは変わるということは全くありませんので、アイテムを好きなところを使ってください。なので、適当にバンク1の3チャンネル設定しました。これで今、バンク1の3チャンネルに、こちら設定されたんですけれども、送信機側もそのチャンネルに合わせなければいけないので、メニューボタンからポチポチポチと設定していくわけなんですけれども、そんなことしなくても、このシンクっていうボタンを押すと、ここに赤外線が点灯しまして、この赤外線と表面の赤外線を合わせると、いってるかな？いってないね。あ、いったな。いきました。これで今、設定が完了しました。こんな感じで、そのスキャンして使われてない帯域を選択して、で、シンクボタンを押して、このバババッとやってあげると、すぐにシンクをすること、同期をすることができるというような感じになっております。これ、例えばですけど、対バンでいろんなギタリストと共演するときがあったとしましょう。で、リハーサルのときにこうね、設定をして、やってたらそれ快適だったんだけども、本番のときになったらなんかしないけど混戦してなんかノイズが出てきたと。あんまりないとは思うんですけども、まあ、例えば、本番のときはね、他のギタリストの方がワイヤレスのキットを使ってて、リハのときは電源オフにしたけども、本番のときは電源オフに、オンにしっぱなしちゃったみたいな、そんな感じでトラブルが起きたぜ、うわ、どうしようどうしようっていうときも、まあ、本当もうね、本当ものの10秒ぐらいでバカバカと設定することができるので、すぐにトラブル回避ができるというような感じになっております。そんな感じで、こういう機能とかがあるから、まあ、プロ仕様と言われているゆえんでございますね。あとは、ちょっくらおまけ機能にはなるんですけれども、このボタンを押していくと、なんかギターのチューナーモードとかもあったりとかします。これをね、鳴らすとね、どこの、今これ繋いでないからね、まあ、G とか出てますけども、こんな感じでその枠が出てきて、まあ、そのギターのチューニングをすることができるなんていうことも、あったりとかするような感じです。で、まあ、他にもそのね、細かくいくと、そのスケールチューンタラカンタラとか、なんかこう、イコライジングとか、まあ、その配打ちするというのがよく言われているんですけども、その配打ちを補うようなこともできますし、まあ、そんな感じで、細かい設定とかもあるんですけども、ちょっとそれは今回は活用させていただこうかと思います。送信機の方を、ね、ちょっと1個だけ、機能を紹介させてください。送信機の方に、ちょっと分かりづらいんですけども、ゲインを設定するメニューがあります。今これ、マイナス30ドルビー、見えるかなってなっているんですけども、30ドルビー。
で、このマイナス30ドルビーって何よという話になると、まあ、エレキギターの信号が仮に100出てるとしましょう。エレキギターバーンとなりました。で、そのエレキギターの音量は100です、バーッつって。で、その100をマイナス30して70に調節をして送信するというような機能です。で、これ何が便利かというと、例えばそのエレキギターをバーッと弾いてました。で、そのミュートスイッチを入れてアコギに弾き替えました、付け替えました、もしくはアコビに付け替えましたとか、エレキベースに付け替えました。まあ、違う楽器につなげたときに出力が変わってしまうことって結構多々あるんですよ。エレキギターの場合は100だったけども、アコギにしたら130出ちゃったとか、もしくはエレキベースにつなげたら80になっちゃったとか、そのときにこのフリケンシーじゃねえや、このモード、センシティビティというモードで調整することができるというような感じです。ちょっと軽くやってみますと、先ほど僕もそのアコギの方にセッティングをしたらね、アコギがめちゃめちゃ出力が小さくて、なんかすごいピークが出ちゃって、この原因の設定のことを知ったんですけれども、ちょっとこれ今仮に、このマイナス30をがっつりなくして0にします。なんで今仮にエレキギターから100の音が出てるとしたらば、100の音をそのまま出している状態です。で、この状態でちょっと弾いてみますと、このピークメーターが黄色く光ってるの分かりますか？このピークメーターが光るってどういうことかと言いますと、音はでかすぎるって言われてるんですよ。ちょっと音でかすぎる、これは歪んでしまうみたいな感じで。なんで今その何もエフェクターかけてないですけれども、多分これアンプの方電源入れて鳴らすとオーバードライブがかかります。こんな感じで、ワイヤレスの方でオーバードライブをかけてしまうことができると、これは、まあ、あまりよろしくないので、そのピークが出ない範囲でそのセンシティビティを値を設定して音出力を抑えていくよというような感じになっております。僕が使っているそのマーティンについているアンセムというピックアップに試しにつけてみたら出力がめちゃくちゃでかくて、このセンシティビティをマイナス80ぐらいにしたらなんかちょうどいい感じになったりとかしたんですけども、まあ、楽器に応じてね、その辺はこういろいろと設定をした方が良さそうな感じです。とりあえずデフォルトではマイナス30なので、マイナス30に設定をしておきましょう。まあ、そんな感じで送信機側の方で原因設定もできるという機能もあったりとかします。まあ、大体ざっくり説明させていただきますと、そんな感じ、なんとなく機能性が分かっていただけましたでしょうか。まあ、最大の特徴としてはね、その安いワイヤレスと比べて何が違うかと言いますと、まず電波の安定性でございます。でさっき説明させていただきました通り、そんな感じで使ってない帯域をスキャンして使うことで、まあ、限りなく混線の可能性をゼロに近づけることができるというような内容になっております。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。で、これがまあ以上で、このワイヤレスキットの紹介は終わりなんですけれども、ちょっから余談で電波の話をさせてください。電波の話。僕はあんまりこの電波に関して詳しくなくて、そのゼンハイザージャパンさんのスタッフさんにいろいろ話を聞いて、なるほどってすげえ納得したんですけれども、ちょっとその気持ちを皆さんにも味わっていただきたいです。ババン！こちら！電波って、まあ、基本的にはその波なわけですけれども、300MHz っていうのがあるんです。300MHz。300MHz。何回だろう ?300MHz って。300000000だから、ここでキロ、ここでメガってことは、3億もう何回だかもう分かんないですわ。ちょっと数が多すぎて。まあ、その 300MHz 回、300MHz、このなんか振動しているこう電波があるんですけれども、他にもその470とか710とか770、806、810、そして2400、2.4GHz。なんてのもあったりとかします。で、これ、ざーっと今並べてみたんですけれども、ワイヤレスキットに関しては、基本的にこの A 帯、B 帯、C 帯、そして 2.4GHz 帯、この辺が使われると言われております。ちょうどね、2019年の4月1日で、この A 帯が、ちょっと帯域が変わって、このホワイトスペースと呼ばれるところになんか移動したらしいんですけれども、この辺はごめんなさい、あまり詳しくわからないです。で、この商品に関しては、この B 帯という電波を使ってます。帯域を使ってます。806Hz から 810Hz、MHz というところですね。
して、この C 帯とかもあったりとかするんですけども、この辺は音質があまりよろしくないので、パチンコ屋さんとかの、ね、インカムとかに使われたりとかしてるような、あとステージとかでさ、ね、ステージ会場とかでね、でかい会場とかとスタッフさんがね、インカムで会話したりとかしてるじゃないですか。あの辺で使われてるみたいです。でも音質が悪いんで楽器用として使われることはあんまりないそうです。で、今回のこの機種に関しては B 帯を使っていると。で、さっき言ってたその安いワイヤレス、1万円とかで買えるようなワイヤレスは、もう軒並みこの 2.4GB 帯を使っております。で、2.4GB 帯を使って、なぜ混線するのか、なぜノイズが乗るのかっていうと、もう平たく単純な話で、携帯電話と全く帯域が被ってるからなんですよ。なので、周りに携帯電話を使ってない人がいれば、すごいもう 2.4GB のね、ワイヤレスでも快適に演奏することができるんですけども、もう携帯使ってる人がもうめちゃくちゃたくさんいると、もうバチ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 みたいな感じになってしまったりとか、もしくは強く携帯電話の方から電話だったりとか、データ通信とかの電波が強く出たりとかすると、それをワイヤレスが拾ってしまって、またバチ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 っていうノイズになってしまうと。そんな感じで使ってる人がめちゃめちゃ多いっていうのが、ノイズが出るとか、音が途切れるとかの原因になってしまうんです。でもまあ逆にメリットとしてはやっぱりそのコストが安いっていうこと、価格が安いということ。これなんでかっていうと、その iPhone とか Android 端末とか携帯電話とかで、この通信機器がめちゃめちゃ発達して、この 2.4GB 帯の、その装置がめちゃめちゃ作られて、めちゃめちゃコストが安くて、ただそのワイヤレスキットとかね、開発するときもすごい安く、パーツを仕入れて安く作ることができるっていうのはそういうシステムらしいんですよ。けれども、使ってる人が多いイコール混線しやすいということになってしまうんです。その点この、ね、B 帯に関してはさっきも言った通り、使ってない電波の帯域をスキャンすることで、安定した電波を実現することができますし、そんな感じで、プロフェッショナル仕様となっているわけでございます。で、あんまりかなんですかね、その機会はないと思うんですけども、その A 帯に関しては免許が必要らしいです。免許でっかい会場とかで絶対に混線とかね、ありえないような、もう許されないような会場とかで使われるらしいんですけれども、まあ単純にその免許も必要だし、申請も必要だし、その登録料とかも必要なんで、めちゃめちゃコストがかかるということで、あんまり、僕ら一般の方々は、一般人に関してはあんまり縁がないかななんていう体系でございます。あと単純に高い。めちゃめちゃ、A 帯の機器はめちゃめちゃ桁違いに、高いです。けども、本当にもうね、登録とかしてるからさ、もうこの日、どこどこで、この帯域を使ってるのは誰っていうのがね、もう絶対わかるように管理されてるらしいんですよ。まあそういった意味でね、安心の A 帯なんですけども、まあコストがかかりすぎるので、我々一般人に対しては、関してはあんまりまあ縁はないかなっていう感じです。で、この辺の帯域はその地デジが使ってるから使えないみたいな感じの特徴があったりとかするんですが、こんな感じの電波の話でございました。へーって、なりませんでしたかね。僕はまあ話を聞いて、そうなんだ、へー、納得だって感じに。なりました。以上、私の電波話は終わりでございます。そして合わせまして今回の、エボリューションワイヤレス G4 インストゥルメントセット4プロフェッショナルライブサウンドのご紹介も、並べて終わりにさせていただこうかなと思います。はい。まあそんな感じで、参考になれば何よりでございます。一番最初に言ったけどね、そのアマチュアの方に対してもね、全然使える範囲があると思いますので、よかったらチャレンジしていただけると。僕もその2.4GB 帯の、安いワイヤレスとかね、やっぱ使ってるんですけどね、ちょいちょいやっぱバツバツ言うんですよね。ちょいちょいね。ちょいちょい。バツバツつって。で、こう、ああってこう気まずい雰囲気になったりとかするんで。気まずい。まあそんな気まずい思いをしたことがある方は、ちょっと考えてみていただければという感じでございます。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら、バハハイ。